はい、UR チップね、ゲットしましたね。お助けでもね、ゲットできるみたいなんで、まあありがたいね。序盤で元気ドリンクと一緒にね、たくさんゲットしたいですね。はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。今回はね、妖怪学園ワイイベントがまたね、始まりまして、ラントくんがね、アンドロイドラントくんはやるんかな。トルーパーちゃんたちも手伝ってね、ということで。トルーパーちゃんはどうなんでしょうね。これはアンドロイド系なのか、それともドギー製のやつらなのか。はい、まあ一応ね、今回はね、マップのね、攻略ということで、隠しステージと、できたらね、レア妖怪を、見ていきたいなと思います。はい、というわけで、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。最初、純平くんかな。はい、じゃあやっていきましょう。はい、ボス戦ね、ボス戦と隠ステージ解放一緒だったんで、今回ボス戦ちょっとカットしようかなと思います。隠ステージはね、一度に15分につなげるっていうことで、はい、じゃあ14いきましょう。14がね、いつものあいつ、こいつですね。いつもガッツ計算ですよね。あのここでね、ボディゲットできるのかな、 UR ウォッチのステージ14、まあ、ここがいつもみんながね、ウォッチ集めの時はここだから、まあ、今回でもな、パーツ集めがいつもだと周回だけど、今回おはじきの方なんだよね。だからなかなかボス戦が別のパーツだけど、だからあれだよね、欲しいね、あのゾロゾロゾロイドが欲しいね。 UR ボディケット、はい、ボディはねここなんで、ウォッチね、ぜひ作りたいと思います。はい、ステージ14をねガッツ系倒したらね、時計屋のところ、あれこれガッツ系行く前でいいのかな、一応必ずね、時計屋は1回寄った方がいいです。あの交換のところね、ここの時計屋で UR ウォッチ追加されましたが出ないと、あそこの交換のところにね表示されないんだよね。であとね、私だけかもしれないんだけど、なんとなくなんだけど、14クリアしてあとじゃないとチップ落ちないような気がするので、とりあえずサブアカとかねやってる人いたら、14をクリアした後がいいのかなと、思います。それまでなんかパーツとか落ちなかったんだ、チップか、落ちなかったんだけど、14クリアして、もしかしたらさっきの時計屋に先行けばいいのかもしれないんだけど、まあちょっとその辺ね、いきなりあんま周回しないで、やってると損をこいちゃうかもしれないので、一応注意してください。一応サバカーたちがそうだったんで、はい、という感じで UR ウォッチ頑張っていきましょう。8回目優勝かなりきついよね。そしてそう、さっきも言ったけど、時計屋に行かないとここがね、表示されなかったので、14ステージまず行くってのと、かけらね、チップか、チップなんとなく14過ぎてからドロップのような気もするので、まずはね、あのサバカも14まで行くといいのかなと思います。後半になるとね、ヒットポイントね、このトルーパー高くなってくるので、はい、頑張っていきましょう。時計ね、今回コインじゃなくてね、パーツに仕上がり上がりましたね。なんかヒットポイント今回8でも高いみたいだけど、はい、まあまあまあ頑張っていきましょう。時計ね、私ちょうどエイリアンウォッチ持ってないので非常にちょうどいいですね。なので、まあここにね、
いろいろ書いてあるので、あとは下の方にもいろいろ注意点ね書いてあるので、かけらは3個、 UR チップは3回か、3回交換できるみたいだね。なので、まあ注意点ねよく確認しましょうね。ちょっとあれだね、ドロップの方が大変かもしれないね。あのね、チップはいいけどね、ゾロゾロドロイとか結構重要になってきそうだな。はい、ゲットできるといいですね。 25% アップかな。なのでぜひサブアカとかがね、私としてはウォッチの方全然ないので、あのゲットするチャンスですね。エイリアンウォッチが 25% ウォッチなんだけど、こっちはねヒットポイント30の攻撃 20% というね。なのでもともとエイリアン20、30にしとけよって感じだけどね、このシャドウサイドのオーガとかみたいにね。はい、まあ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 、そんな感じで頑張っていきましょう。はい、ちょっとそれましたがウォッチについてでした。頑張っていきましょう。はい、これステージ23なんだけど、ブラックアーミーがね、出てますね。今回のレア妖怪はブラックアーミーかな。でおそらくね、今ここで出たけど、まあ全ステージでね、ボス戦とあれ以外出てくるんじゃないかな。でこれかけらとか落ちんじゃねえかなと思ってんだけど、どうだろうな。あのウォッチの素材ゲットになるんじゃないのと思ってんだけどね、どうなんでしょう。ボスだけだったかな、ちょっとその辺後で見たらいいと思うけどね。よいしょ、なんか落ちる。お前が落ちるんかいって感じだけど、はい、フィニッシュ。ということでゲットまで行きましたね。まあおそらくボス戦と各ステージ以外はね出てくるんじゃないかなと思いますけど、一応ね、今ステージいくつだったかな。俺とお前友達、ブラックアーミーと友達になった。これは前のおはじきのね、今のトルーパー枠でしたね。はい、というわけで23で出ましたが、まあ多分全部で出るんじゃないかなと思います。はい、レア妖怪でした。はい、そしたらね、Y 学園のボス戦やっていきましょう。ドーベルだ。ドーベルどうなっちゃうんだろうね。あっさりミケッティオにやられちゃったけど、どうなっちゃうんでしょうね。復活はあるのか。ちょ、ドギー製のね英雄さん、11,688。あ、そっか、カイラでおしまいなんだ。さよなら。もう最近このカイラの集会はって感じになってきましたね。つづぽしコインゲット。はい、そしたら Y 学園終わり。特になんかあるわけじゃないな。コメントもなんか特にいつも通りのコメントで、ないですね。はい、そしたらクロワッサン行きましょう。ラント君がいた。まあいつものねコメントかな。お、クーカちゃんだ。クマコちゃんが UR ウォッチを完成ということでいるっていう感じで、
最後どうせバケーラかな。はい、じゃあこのマップも行きましょう。おお、コマくんいるね。はい、ということで、まあちょっとボスはね、隠しステージの時やったからちょっとカットしようかな。はい、じゃあコメントね、最後まで追っていくと、おはじきを半分以上ダメージ与えるとご褒美が増えると。でこの隠しステージは30サイズだね。この45ステージで30サイズ、うん、でレア妖怪はビッグアーミー、ブラックアーミーか、 UR ウォッチが必要になる。うん、まあバケーラがいないのに、バケーラじゃねえや、ミケッチョいないのにいきなりあそうか出しちゃってるのもあれだけどね。そしてコマくんがいると。今回コマくんじゃなかったね、レア妖怪がね。はい、そしてボス、これドーベルはやったな。特にコメントはうんあれなんで、ボスでねかけらが落ちるので、ぜひねボスの周回、ちょっとそのドルドロイドラだがなんだか、あの竜のやついなくてねあれだけど、うん、頑張っていきましょう。これは20コンボかな、26ステージで20コンボという感じで、はい、今回はイベントね、まあイベントすぐイベントなくなっちゃうと消えちゃうのでね、イベントマップ全部はい追っていきました。これはなんだっけ、一度に15分につなげるかということで、あんまり学園の妖怪がいないんだな、もうちょっといてもマップにいてもいいと思うけどな。はい、じゃあ今回こんな感じにします。ウォッチね、作成頑張っていきましょう。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。よかった、URウォッチあって。